アルビンベルガー。1906年アルビンベルガーは、ドイツの植物学者、園芸家である。多肉植物の分類学の分野で貢献した。チューリンゲン州のメシュリッツで生まれた。ドレスデンやフランクフルトの植物園で働いた後、1897年から1914年の間、イギリスのトーマス・ハンブリー卿が、イタリアのベンティミーリアに創設した植物園。 ボタニチ・アンブルイ庭園の学芸員を務めた。その後、ドイツで1919 19年まで働いた後、アメリカ合衆国に渡り、3年間、研究を行った。シュトットガルト自然史博物館の植物学の部門の部長を務めた。主張のリュー、流絶欄は1915年に出版され、274種の、種を記述し、リティア、ユガービー、 マンフリーダの三つのア族に分類した。ロゼオカクタス族を記載した。サボテンカの族、バーガーキャクタスやバーランサスに懸命されている。エーベルガーは植物の学名で命名者を示す場合に、アルビンベルガーを示すのに使われる。ありがとうございます。